今回の調査なんですけども、うん、ご存知ですか？タイムマジック、はい、ワンショットという、あ、人見たことない、そうやそうや、下手です、すいません。こちらの CM、皆さんは覚えていますか？23年前にオープンした元祖忍者村嬉野温泉肥前夢街道の CM、 女性ボーカルの澄んだ歌声が話題を呼び、ワンショットというグループで CD デビュー。その歌声は23年が過ぎた今でも人気で、 CD は通販サイトでなんと1万円で取引されているんです。この人だと思うんですよ、山崎きみ、まきこさん、まきこさん、はい、ローカル CM ファンの間では、うん、もうカリスマシンガー、うん、CM ソングの女王と呼ばれる、うん、このボーカルの方を探すという、当てだいね。次から次へと飛び出すローカル CM の謎、そして23年前の CM には意外な事実が。名探偵クラブ、 CM ソング幻の歌姫を探せ。まずは情報収集からスタート。新店長に、はい、インドさんってもう古いレコード屋さんで、社長に聞いたら嫉妬しちゃったんですよ、はい、社長のとこ行くのもう2回目ですよ、このコーナーで僕この格好でもう行ってますけどね。新店長の老舗レコードショップで調査開始。日本の音楽業界に精通していることで有名なショップです。ここはオリジナルでいろんなもの作ってるんですよ、日本の流行歌とか、ね、これおすすめですよ、これなかなかいいですよ、これ、ねね、あ、すいません、これ今売れてますよね、社長が言う前に言っとこうかなと思って。日本を代表するミュージシャンとの親交も深い印藤社長、きっと山崎さんに関する情報もお持ちのはず。山崎真紀子さん、え怪しい、怪しい、怪しい、いいお微笑み出ましたけども、社長でも知らない、うん、知りませんね。社長はもうこの昭和のね、あ、もう これはもう抜群ですね。でもこれは知らない、これは知らない、入ってない、日本の流行歌、流行歌にはちょっと漏れてますね。漏れましたか。残念、有力な情報はつかめず。もちろん23年前に発売された CD の在庫もなし。行き詰まったその時、苦難が動いた。苦難イヤー。もう一度歌声に注意して聞いてみよう。ここでもう一曲、耳を澄ましてよーく聞いてください。遥かな夢が弾けます、優しい笑顔がこぼれます、優しい異国の風が。栄屋や南蛮往来の CM、 実はこの澄んだ歌声も山崎真紀子さん。この栄屋も肥前夢街道も幻の歌姫山崎真紀子さんだったんです。コマーシャル作ってる本家本部の酒屋さんとかに行けばいいじゃないですか。ね、ありますね、ピンポン。肥前夢街道はちょっと遠いんで、ちょっと無理ですね。そこで山崎さんの手がかりを求め、福岡市内にある酒屋の工場に潜入しました。ナンバーライダー、香ばしくてこの甘い香りがいいね。いいですね。福岡の定番土産として人気の南蛮往来は、独自に開発されたパイ生地にラズベリーソースを入れます。その上からアーモンド 100% の生地で蓋をし、110度のオーブンで焼き上げたら完成。某テレビ局の企画、隠れたお土産お菓子で全国ナンバーワンに選ばれた南蛮往来。その工場で苦難のメガネが光った。放送したばかりの商品からビニールを剥がす謎のスタッフを発見。で、特にこの袋にシワが寄ってしまったり、されてしまった商品をこう外して、選別して、割れてしまったのがアウトレット商品として。形が崩れたものは人の目で判断し、アウトレット商品として格安の値段で販売。
通常の半額以下で買えることもあって大人気となっているんです。もちろん数量限定ですのでなかなかお目にかかれません。発売して23年、年間400万個売れる南蛮往来、出来たてをいただきました。違いますね、もう本当出来たてでございますからですね。お味の方もあのパイ生地のサクッとがもうそんなにしつこくないじゃないですか。そうですね、薄くね、敷いてあって、これどんな来客にも対応できます ね。今オバマ来ても俺全然これでオバマもイエスって言うと思いますただかよ姉ちゃ ん僕たちお菓子を食べに来たんじゃないんだよ仕事してこれもふと思いましたけど以前夢街道に、ね、ソングを歌われてた方が、はい、南蛮往来の CM ソングも歌われてますよね、あのそうですね、それもあの以前から聞き及んでおりますけど及んでおる、やっぱ問い合わせが来るわけですか。そうですね、今あのホームページなどでも、あのその音楽の方が、曲の方が、まあ、ダウンロードもできますし、あまりにも問い合わせが多かったため去年からホームページに動画を掲載、無料ダウンロードができるようになったんです。先にホームページ見とけばよかったですね。このコーナーでネットを使わないからこうなるんです遠回り遠回りするんですここで重大な証言が。40周年私ども創立 の、まあ、記念 そのパーティーが平成の2年ぐらいですか、にありまして、その時にあのいらっしゃったというところはちょっと私もあの聞き及んでいます。その時参加してないですか。その時私はちょっと会いに行く、一緒に写真撮った人とかもいるんですか。いらっしゃるんじゃないでしょうかね。もう22年前ですよ。これはもう残ってないでしょう。残念ながら手がかりはなし。しかしこの後急展開、ついに時空を超えた大捜索が始まる。こんにちはでござる。23年前に作られたこちらの CM。 見たことないあなたの表情、時の以前夢街道の CM ソングを歌う山崎真希子さんを探す名探偵クナ。ここまでの捜査ではワンショットというグループに所属し、曲名タイムマジックを歌っていたこと、さらに栄や南蛮往来の CM でもその歌声を披露していたことを突き止めました。どうする。いや打つ手なしですね、うん、僕ちょっと言い忘れてましたけど、この歌を歌ってる方と、昔どっかのね遊園地かどっかで、夏祭りで僕営業一緒になった気がするんですよね。本当に。でその時って南蛮往来の歌じゃなくてやっぱこっちなんですよ。夏祭りですからみんなこうなるから。南蛮往来の歌って違うんですよ。ちょっとこんな感じでしょ。じゃあ僕の七つ道具の一つ出していいですか。いいよ。ワイヤレスマイク付き携帯。FBS867 タイプだ。新兵器 FBS867 はロケの定番。電話取材の音声を収録するシステムなのだ。もう時間ないんでもう電話しましょう。夢街道さんに。まあね。はい。頼むぞ。FBS867。それ全然かけないです、はい。ありがとうでござる。以前夢街道神谷源次郎と申します。あ、どうもどうも、はじめまして。はい。拙者ですね。あ、拙者じゃない。私ですね。中川九男と申します。こんにちはでござる。テーマソング的なのありますよね、コマーシャルでよく流れる。もちろんございます。はい、はい、あの先生芸人でございまして、ほうほうほう、はい、もし細かいことをご質問とあらば、はい、広報担当の者がおりますゆえすいません。そうですね、すいません、変わってもよろしゅうござろうか。もうござるござる。もうちょっと会話しにくい。ふざけた感じかなと思ったら芸人さんだったんですね。わかりました、広報の川野と申します。どうもはじめまして、 FBS ナイトシャッフルのクナンと申します。あ、どうもお世話になります。あのちょっとね今芸人さんでちょっと話が通じなかったものですいませんです。確認ですけどこの CD ってもう売ってないんですよね。あ、いや、もう通常 の CD ショップとかでは取り扱いされてないんですけども、はい、あのうちの秘伝夢街道の方では販売はしております。在庫ある、はい、あら
ちょっとね、いやあのネット上でね、これ定価956円ですけども、はいはい、1万円超えてるんですよね今、はい、まずは全国の方にそれをお知らせしなきゃいけないですね。以前夢街道に来ると、はい、それまでの交通費ぐらい出ますもんね、そんな1万も出して。うちの、直接買いに来ていただければ3000円で販売しております。以前夢街道でも、もうすでにプレミアがついている。もう残り100枚になってますんで。そうですね、もう100なんてあっという間ですもんね、はい。歌を歌われている女性を探してまして、はいはい、ご存知ですか、あのお名前。あ、山崎さん。あ、そうですそうです、山崎さん、はいはい。ちなみに以前夢街道さんにこの方来られたことありますよね。はい、そうですね、以前はですね、はい、その歌を歌ったりとか。そうですね、はい。最近は、いやもうここ最近はもうほとんど連絡は取ってないですね、うちの方では。連絡は取ってない。はい、はい。で今連絡先もですね、ちょっと山崎さんの方は分からないんですけども。けどもここで有力な証言が。ワンショットっていうグループ。そうですそうです。はい、その方の一人で一木さんっていう方がいらっしゃるんですけども。はい、一木宏之さん。そうですね、はい、はい。その方だったらなんとか、今でも連絡は取れると思います。タイムマジックを歌っているワンショットというグループ、ボーカルはもちろん山崎さん。一木さんとはメンバーの一人だったんです。連絡を取り仕事場のスタジオへ向かいます。しかしそこは、かよ姉ちゃん。結局その一木先生 SBS から、徒歩2分ぐらいのとこですね、徒歩。最初から聞けばよかったねえ。でよかったらもう FBS にお越しくださいやったらね。いや本当ですよ。もう俺先行ってていいですか。珍しい、大ちゃんが走ってる。寒いよ、あったあったあった、ここです、ここです。クナンとかよ姉ちゃんがスタジオで待っていると、そこに重要参考人の一木さんがやってきた。実は一木さん、アスカさんのツアーに同行するなど音楽業界の有名人。 CM ソングも2000曲以上作っているすんごい方だったんです。23年前にワンショットを結成。当時の写真に写っているこの女性こそが山崎さん。あのこの CD とナンバーオーライ、はい、マキちゃん。マキちゃんね、マキちゃんすごいです。マキちゃんと呼んでるんですね。そうです、永遠の僕たちのアイドル。アイドル。本当に天使の声ですね、うん、今聞いてもやっぱり新鮮というか。いやもう未だにもうネットなんかで話題になってる。そうですね、あの歌声は何だ、あれは誰だみたいな感じで今回我々調査させてもらったんですけども。天使の歌声と称された山崎さん、実は数々の CM を歌っていたんです。9歳の青汁ちゃんも彼女ですよ。ちょっと待って、9歳の青汁もちょっと驚くポイントですけど、はい、え、さらに終わってるやマジですか、かわいい。言われたらそうですね。制作から23年、初めて明かされる肥前夢街道 CM の誕生秘話です。ある CM で依頼が来るわけですよ、はい、でその時になんかね、ユーミンっぽい曲を作ってって言われて、うん、そんな発注が来るんですか。来ます来ます。ユーミンっぽいやつ、チャゲアスっぽい曲とか、なんか僕はユーミンの曲に似せて作ったわけですよ。せめてせめて身に映るものみたいにで作って、それが採用になって、うん、その時にやっぱり3タイプぐらい作るんですよ、はいはいはい。でその中に僕が見たことないを入れてたんですよ。ほうほう。そしたら、はい、同じディレクターだったので、はい、一木ちゃんあの曲いいよねって、実は肥前夢街道で曲探しててさ、うんうん、つって、はい、これこっちに使っていいかいなってなって、はい、全然いいですよってなって、なんとタイムマジックは他の CM で落選した曲だったんです。これ以降その山崎さんとあんまり接点は、もうねお互いの結婚式に行ったぐらいですね。おー、僕
僕よく記憶では16、7年会ってないと思います。年賀状のやり取りはしてるんですけど。出てきたらですね、もし来られたらここで呼びましょうか。あら、電話番号入ってる。いや本当ですか。ここまで来たら会いたいですね。2人で歌ってほしいです。山崎さんに連絡を取ってもらうことに。急なお願い、果たして幻の歌姫に会うことはできるのか。わかりましたって言ってました。おお。つながった、つながった。皆さん聞けますよ。いよいよ歌ってくれるのかな。現在鳥栖で暮らしている山崎さん、移動に時間がかかるため、ここで一木さんが制作した CM メドレー、びっくりしますよ。フリーダイヤル01204412222。マジっすか。電話ください、今すぐに。マジっすか。集まるくんの求人案内。うわ、傑作まんじゅう博多トリボン。やめ人形会館。あ、これもやめ人形の会館なんかは本当はやめ人形会館っていうのが僕の伊藤七吉だったんですよ。今の幻のマジで幻の、はいはい、やめ人形会館好き。反響を終えさせました。背中で押しちゃったんです。マチャネルチャチャチャ FBS っていうのも知っている CM ソングばかり。そこでクナンからある提案が。次出しましょうよ。インドさんにかよ姉さん言って。もう絶対売れるって。これやっぱりひよこのサブレにしよう。わーわわわわ、もう無尽蔵に出てくるやん。すいません、山崎さんが、はい、もう到着してます。あ、わかりました。わーい、16年ぶり。本当わかんないですね。どんくらいぶりだろう。聞いてみないとわかりません。俺らももう、でも初めましてですもんね。声は知ってるけど。23年の歳月が流れた現在でも話題となる、その天使の歌声。 CM ソングの歌姫と言われた山崎真希子さんがついにその姿を現します。こちら、こんにちは。こんにちは、真希ちゃん。あー、どうぞどうぞ。久しぶり。マセさん、こんにちは。はい、どうも、はじめまして。はじめまして。びっくりだ。お願いします。やっと出会えた山崎真希子さん。すでに結婚し3人のお子さんのママなんだそうです。ご存知です、ご自分の歌声が今、はい、今というかもうずっと実は話題になってて、はい、あれ誰だと。あ、そうですか。誰が歌ってるんだ、どういう方なんだみたいな、はい、ネットではこれいくらで売られてるかご存知ですか。いや知りません。今アマゾン等で1万円以上の価格で取引されてるんです。そうです、すごいね、それね。ありがとうございます、はい、今もやっぱ歌ってあるんですか。活動はしてませんけども、はいはい、また CM のお仕事がいただいた時は、はい、福岡に来てます。え、テレビに出るのは、はい、もう本当に20年近く。あ、そうですか。20年ぐらいは出てません、うん、はい、PR 活動以来です。あ、この時に、はいはい、だって近所の人も知らないんでしょ。あ、そうですね。だから放送見て、あの子ナンバーオンラインのってなります。なんとかちゃんのお母さんやみたいな。子供も知らないです。うっすら知ってるかもしれないけど信じてくれないです。もしよかったらですね、これを歌っていただきたいな。幸い歌詞はここに書いてあります。僕らにあります。覚えてらっしゃいますか。サビのとこ、はい、だいたい覚えてます。もう何百回って歌った。あ、ってことは CM ソングとして歌っただけじゃなくて、いろんなところで。はい、1年間は PR 活動してました。やっぱ CD 作ったから、はいはい、実はかよさんとも何度か。大ちゃんじゃないですか。あ、僕ありますよね。す、はい、うちわにめっちゃサインした回ですよ。遊園地みたいなところでね、はい、ほら俺もう全言ってました。夏祭りのその光景とこの歌が
めっちゃくちゃ合ってて、ね、花丸と二人ですげーって言ってたの覚えてるから、ね、すげーすげーって言ってたの。23年ぶりに CM ソングタイムマジック復活です。ミーで、ミーで行くか。では行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。見たことないあなたの表情、時の魔力で今すべてが変わる。今年のレコード大賞決まるんですこの音源いただいていいですか。声綺麗ですね。もうちっちゃい頃からも、そうですね、高校生ぐらいから、うん、あの音楽活動をしまして、高校はどちらですか。あ、多分後輩だと思います。努力の上に、はい、花が咲く中村学院女子高等学校です。花咲きましたね。せっかくなんで生でナンバーオンラインも一つ、はい、生歌でナンバーオーライの CM ソングお願いします。じゃあトゥルトゥルまでいこう。はい、ワン、ツー、スリー。遥かな夢が弾けます、優しい笑顔がこぼれます、小さな愛が生まれます。ゾクゾクとくる歌声ですよね。胸がキュンってなるね。なんか切ないね。なんでやろうね。美味しいお菓子なのに。ねえ。これ印藤さんに言ってですね、この山崎さんのアルバムもちょっと出していただく感じになりますね、今回ね。ちょっと持っていきましょう、印藤さんのとこに。いやでもお忙しいところ。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃすっきりしました。すっきりした。苦難史上最大級のすっきりですね。見たことない。